はい、こんにちは、プンスチャンネルです。今回はですね、素敵な作家さんとコラボレーションということで、このぬいぐるみちゃん2匹を作ってもらいました。かわいいね、すごいかわいい。今回のこのぬいぐるみ、ハチュグルミというらしいんですけど、作家のリノヒロさんという方が作ってくださいました。もしかしたらね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、自分のうちの子に合わせてね、こんな可愛いオリジナルのね、オーダーメイドのハチュグルミを作ってくれるという素敵なね、作家さんです。皆さん、この2匹うちの爬虫類のどの子だと思いますか？ぜひね、当ててください。結構ね、特徴を捉えてるんですよね、オレンジライン。はい、こっちもね、この模様上から見るとこんな感じ、かわいいね。意外とね、しかもこの爬虫類結構大きいんですよね。手のひらと比べると手のひらよりだいぶ大きい感じなのでね、飾ってもかなりね、存在感があるような作品になります。さあ、せっかくなんでね、このハチュグルミのモデルとなった子にもね、登場していただきましょう。まずはこちらの方、さあ、どの子だかわかりますか？皆さんぜひね、コメントで教えてください。こちらのね、ハチュグルミのモデル、パプリカちゃんです。パプー、おとなしくしてて、もうちょっと。ちょうどね、背中にすごいオレンジラインがこの子結構綺麗に入ってるんですよね。こんな感じで今ね、テンション上がってすごい赤くなっちゃってるんですけど、それもね、綺麗に再現してもらいました。あとね、頭が結構大きくて体がね、小さめなので、それもね、再現してもらいました。めっちゃ可愛いでしょ、パプちゃん。あなたのハチュグルミです。いかがですか？背中に乗せちゃおっか。かなり可愛い仕上がりにしてもらった感じがありますね。ね、パプ、よかったね。どこ見てんの、あなたは一体。あ、パプさん、よかったね。一つ目のハチュグルミ、パプリカちゃんでした。お、いい感じに同じ方向を向いてくれましたね。はい、それではね、2つ目のハチュグルミいきたいと思います。このハチュグルミは一体誰でしょうか？ヒントはね、この白い尻尾とこのストライプですね。みんな大好きあの子です。入場してもらいましょう。おいで、うずらちゃん。はい、正解はね、うずらちゃんです。逃走しましたね。いかがでしょうか、うずらちゃん、しますか？結構ね、模様の点々のところまでね、再現してもらって、可愛く、こんな可愛くね、ぬいぐるみでできるんだなっていう感じです。いかがでしょうか、うずら様、うずら様。今回ね、こうやってハチュグルミを作ってくださったリノヒロさんなんですけど、自分のね、お家のペットちゃんにすごい似せてね、こうやってハチュグルミを作ってくれるそうなので、ぜひね、オーダーしてみたいよっていう方はね、リノヒロさんのインスタグラム概要欄に貼っておきますので、よかったらね、チェックしてみてください。お値段はね、4980円で作ってくださるそうなので、ぜひね、気になる方はオーダーしてみるのはいかがでしょうか。はい、というわけでね、今回はこの辺で動画をおしまいにしたいと思います。こんな素敵なスリーショットでおしまいにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あなた、プリプリの尻尾だけでいいの？